五部行の顔。左から浅野長政、石田三成、増田長森、長塚正恵、前田玄唯。五部行は、安土桃山時代の豊臣政権末期に、秀吉言を覚え書き体制に基づき、主に政権の実務を担った浅野長政、石田三成ら五人の政治家的人物たちを指して、呼ばれる言葉。ただし当時は、五部行などの特定の故障は存在せず、 武行、年寄りなどと呼ばれており、秀吉は三成らの側近を政権運営のようとするため、武行を年寄りとして名目的に重みを加えておく必要性を感じ、反対に家康以下の宿老を御武行と呼ばせることで正義の減災を図ったのではないかと指摘されている。五武行成立は小瀬保安、大公記を根拠にして天正13年とされてきたが、 豊臣秀吉の死の直前の慶長3年7月に成立されたものとする説もある。豊臣政権では、大谷義継や小西行長はじめ多くの武行が行政を担当しており、その中でも特に重要な活躍をした5名が5武行と呼ばれた。5名という数も定まった数ではなく、日だ事件の影響で、朝野長政が一時失脚していた際には長政に、 代わって、宮部慶淳と、富田一泊を加えた六名が武行を務めたとも、言われている。ひだ事件の後に訴訟、行政に携わった者としては、佐々行政、寺西正勝、毛利吉成、堀田和次石田正澄、片桐貞高、石川光元、山中長年、木下延重などがいる。職務は、倉前の水悼、治安の維持、 徳川氏への対策とされる。慶長5年に、石田三成が五大老の毛利輝元を擁立して、関ヶ原の戦いに至ると、長塚正家は、三成、輝元らの西軍に従軍し、浅野長政は、東軍の徳川秀忠の軍に属している。前田玄姫、増田長森の2名は、大阪城に在住している。浅野、石田、増田の3名が、政務全般にあたり、 長塚が治療家たすなわち経理担当、前田が京都書士大検事社部業を担当していた形になる。しかし、石田も文読4年4月から慶長4年うるう3月の間、京都書士大を務めており、5人の明確な役割分担は見出せない。ありがとうございます。